これが、プールですかそうだよ。これがプールだよ。S, S は泳げるの泳いだことがないのでわかりません。そっか。それじゃあ泳げないわね。<S, S ちゃん、私も泳げないから大丈夫だよ。じゃあ、ぷかぷか浮いてたらいいよ。ほら、あの大きい猫さんのとか、かわいいよ。わかりました。 行くぜ皆の衆何が皆の衆よ <laughs> 行こう行こうは <laughs> エスぁ。えも行こう私は、東野の護衛が。はい困った時は即登場人類の味方、宇野丸総一郎とは僕のことですああ、宇野丸さん。 いると思いました。エス、命令だ。思い切り遊んできなさい。了解。 おや喰らいなさいああい,いきなり何するのさ、クオーンぼーっとしてるのが悪いのよ。へえ、油断大敵だ。やったわね、アキラ。おいメイ、ね、もこっち来いよ子供用のプールじゃつまんねえだろ そんな深いところへは私は行かんあ、いや、決して泳げないからとかそういうわけではなくてだな。そんな子供っぽい遊びなど私はしないという。泳げないなら泳げないって言えよ違うと言っているだろメイさん、私とよく練習するしない というか、私は泳げんわけではない泳がないだけだせっかくなんだし、目も一緒に遊ぼうよ。ほらやめろそれ以上近づくと、殴るぞえー、そんなん <laughs> 思い切り遊べと言われたものの、祖ぶとは。 具体的にどんなことをすればいいのかわかりません。ウ夜。なぜ、私はウ夜のことを考えると、胸が痛むのでしょうか。当夜。<S, S、どうしたの当夜。 どうしたのどこか痛いのい,いえ、問題ありません。本当に無理しちゃダメだからね。はい。<S おう S がそういうのならいいんだけど。今日は雪姉もいるから、具合が悪いようだったら、すぐに行ってもいいんだからね。はい。了解です。うん。 それはそうと。何でしょうか <S, ?S、なんとなく楽しそうだね。楽しい、とは。うん、なんて言えばいいんだろう。幸せと似てて、もっとこうしてたいとか思うことかな。なるほど。確かに、楽しい、です。よかった。 でも、あまり一人で遠くに行ったらダメだよ。なぜですかだって迷子に、って、S なら大丈夫か。はい。私は子供ではありません。いや、そういうことじゃなく。気になるようであれば、同行してください。え僕もそれに乗るってこと 問題ありません。いや、と、どうだろう。さあ、乗ってください。わかった。覚悟を決めるよ。はい。それじゃあ、乗ろか。どうや、警戒してください。え警戒って、僕の後ろ まさかユニオンそれともジュッセイすみません、どうや。間に合いませんでした。 ここ最近、身体機能に異常を感じます。胸部の痛み。特に、当夜に関わった際に、締め付けられるような痛みを感じます。このような異常は初めてです。原因は、水吠義機関本部での定期メンテナンスを受けていないためと推測します。 このまま放置しておけば、いずれ任務に支障を来すでしょう。緊急時に備え、ここ数日の報告に加えて、メンテナンスを要請するべきですね。こちらです。 おはようございます。はい、宇野丸です。なんだいえす、この朝早くに。申し訳ありません。現状報告のために連絡しました。ああ、うん、そう、報告ね。ほら、僕、最近通信にも出られないほど忙しいからさ、なるはえで頼むよ。 了解です。えーっと。前に聞いたのはどこまでだったっけまとめてくれるはい。報告済みの件で、特に重要な情報は、主に10世ゼクスに関するものです。ゼクスがユニオンであり、その能力が、他者にドライブを発症させる能力だということ。能力を行使しているにもかかわらず、 ゼクスのクリスタルがフェーズゼロを維持していること。クオンがゼクスの妹であることなどが判明しました。そうだったね。ふ <laughs> あ,あとは。ゼクスはクオンに対して九段の能力を行使しましたが、結婚した東野の介入により行動を中止。その際、 呂屋に若干の異変を感知しましたが、一瞬だったため、原因の特定には至っていません。うーん、そこまでは記憶にあるな。他には魔道協会から、新たにエルスという名の魔術師が派遣され、例によって、姫鶴家で居候を開始しました。ああ、はいはい。 まあ、それは大した情報じゃないね。前回までの報告は以上です。ご苦労。で、それからは何か起きたりしたかいはい。え、何があったの新横崎市内に行て10世アハトと交戦し、その際に、アハトがユニオンであることが判明。 発覚直後にアハトは消え、その後の消息は不明です。うん。あれはこっちでも把握してるよ。やっぱり、あいつらあれが狙いみたいだし、注意しておかないとな。まあいい。で、他にははい。アハトの剣以降、東也とひなたの友人。 カメワリ・アキラが行方不明とのことです。うんあ、そう。そりゃどうでもいいや。どうでもいい、とは。エス君まさか、自分の任務を忘れたわけじゃないよね。はい。私の任務は、カガリ・トーヤの護衛及び、ユニオンの対応です。 うん、分かってるならいいんだ。それ以外のことは一切気にしなくていい。了解です。で、他に報告ははい。まだあるのか。で、何私の身体機能に異常の可能性があります。異常怪我でもしたのかい 外傷は確認できません。説明しがたいのですが、時折、胸部内側に、締め付けられるような痛みが発生します。作戦行動に支障はありそう現状はありません。だったら、特にメンテナンスの必要はないね。ですが、このままでは支障を、 エース。さっきから言っているだろう僕は今、本当に忙しいんだ。君のメンテナンスなんかにかまけていたら、人類にとって大きな損失になるんだよ。ですが。えーっと、そう。じゃあ、耐久テストだと思って。それも任務に加えておくから。 任務、ですか。そう。これは命令だ。返事はイエス以外認められない。命令。<S, S。僕は君の上司なんだ。部下ってのは、上司の命令は死守しなくちゃならない。死守 <laughs> って意味わかる 死守、ですか。死んでも守るってこと <laughs> 何度でも言うけど、これは何よりも優先すべき僕の命令だ。君の創造主である、この僕のね。を踏まえた上で、改めて聞こう。現状のかがり東野の護衛及び監視任務に、君の耐久テストも追加する。いいね。 <laughs> 了解、です。よろしい。じゃあもういいかな。いや、うん。そうだな。本日をもって、S からの連絡は不要とします。宇野丸所長、連絡が不要とはどういう 君からの連絡が入ると、それだけ僕の貴重な時間が削られるわけだし。僕、マジで今、君に構ってる暇がないんだよね。じゃあ、そういうことだから。ああ、忙しい忙しい。う、宇の丸署長、ま、<laughs> 私は。 私は、一体。い,いえ、私は変わりません。うの丸所長の命令に従い、任務をこなす。ただ、それだけです。 や聞こえた。ディスカバーコールだ。音楽は。<laughs> まずい家の方からだ敵の襲撃かもしれません。しかし、これは罠の可能性が。急ごうどうや <laughs> 体が重い。このままでは。 戦闘に耐えられない可能性が高いせめて最重要任務を優先しなくてはどこだこんばんはトーヤちゃん素敵な夜ね ひなた十世母と、結界は正常に機能している。なぜひなた。<laughs> すぐ来てくれて嬉しいわ。まるでベルボーイね。ひなたを、話してください。<laughs> できると思う <laughs> やめてくれ 呂矢、待ってください。あ、エスこれ以上、アハトに近づくのは危険です。私一人では、対象との戦力差がありすぎます。任務遂行を優先し、この場からの撤退を強く推奨します。あ、あ、撤退って、まさか。君は、ひなたを置いて、 逃げろって言っているのかこの状況では仕方ありません。諦めてください。はあ、あき、らめて。どうや、聞こえていますかエセ、君は今、なんて言ったんだこの状況では、日向を諦めるしかないと判断し。ふざけないでくれ 君は、ひなたを何だと思ってるんだ私が、ひなたを。諦めるそんなことできるわけないだろうこのまま戦闘になれば、どうやの安全を保証できません。僕の、安全。 はい。最重要事項です。そんなもの、どうだっていい君は、どいてくれあ、待ってください、東ヤ ままでは、トヤが殺されてしまう。当夜を守るには、私がアハトを攻撃する以外、方法がありません。その最も効率的な方法は、アハトが捕らえているひなたの保護を諦めること。それが最善。わかっているのに、体が重い。きっと、メンテナンス不足が原因です。当夜の護衛だけではありません。 これは、耐久テストも兼ねているのです。命令を守ること。それが、私の存在価値。私はそのために作られた。だから。任務遂行を優先します。ひなた。 ナイトのお出ましよ。く、彼は、呪われた力を手に入れたの。そう。このお姫様を守るためにね。 ひなたを離せ。アキラ。アキラが、ユニオンに。あら、怖い。名残惜しいけど、悪い魔女の役目はこれでおしまいよ。<laughs> バイバイ、トウヤちゃん。もう会えないといいわね。 トうヤ、お前何やってんだこいつは、エスは、日向を殺そうとしやがったんだぞ息ができない。目が霞すま そして、新手のユニオン。これでは、賞賛が、ありません。ですが、どうや。